じゃないトイレがあって何2階に男女別じゃないトイレがあって、うん、そうなの今だ そこ男女別だからその間に立って、うん、圧力だどこにあるのどこにあるのなんか上に書いてあった行く行きますなんかてかもうグダグダでダメすぎて どうでしたダメすぎたどうでしたその子なんかもっとダークな話をしようと思って、うん、最初順番が違ってて、うん、斉藤浩太からだったはずなんだけど、うん、自分からでテンパってしまって生々しすぎるなって思ったんですけどなんかねあと10分くらい時間あったよ20分くらいで終わったなんか応答がないと1000円で全然でもねなんかね、うん、聞いてた感想としては僕の、うん、あのねすごい実感で喋ってたから一番なんか嘘がなかっただろうけど、うん、嘘はなかったけど、うん、でも生々しさは伝わったはずなんだけれども、うん、言葉じゃないところで表現をしていた気がするノンバーバルなコミュニケーション確かにノンバーバルが多めだよねで銀行が何もなかったんですよ、うん、ほとんど、うん、それがでもまあ何なんだろう生々しすぎて、うん、話せないですね、うん、あ、すいません行ってきます何をやってるんでしょうっていうかこれ図書館の中どこ現在地どうやって見つけたのえ、地図を見てあと嗅覚地図地図どこに載ってたの下あこれこの表示そうなのそうさようならこれ男でも女でもユニバーサルユニバーサルの表示ってこれなんだなんだけど、うん、たまに石鹸とかなかったり結構おかしいそれ言えばよかったのすべえ、なんかもういろんなことがごちゃごちゃになりすぎてなんかさ、始まる前、宇津井さんと喋ってみたまめた君だあ、そうそう、なんか遠藤君と言われて、うんいやなんかあ、ちゃんと組んで分けるんだって思って、あ、普通組んだんだって思って、聞き流してたんですけど、うん、全員サンにしようと。え、なんで、まぶたは、くんとサンどっちでまぶたくんはいいけど、遠藤くんはちょっと、うん。なんか、くんとサンで分けられてて、うん、遠藤くんで、なんだろう、場所にもよるけれど、こういうなんか、立ち位置したところで、なんか、だと、遠藤くんはちょっと、なんか、うん、無理になんか上げられてる気がする。え、なに、無理やんか、なんか。いや、胸じゃなくて、なんか、あ、胸とかは再構築してませんってそれ、つかめて言えばよかったなんか、ちょっとやばいかもしれないその後どうしていいかわからないなんか、自殺の話とか、おついさんしてて、うん、あー、なんか言えばよかったみたいななんか、スカートを履いてると、なんか、このままじゃ死ねないので、スカートの2つ帽子になりましたそうスカート履いてると死に姿がスカートになってしまうのでスカート履いてる時に死にたくなったのスカート履いてると死にたいんだけどでもスカートで死んでしまうと死に姿がスカートだから死ねない示しがつかない示しがつかないあーなんか無理だでも大事なカメラ慣れてきた気がするなんだろうな